メガブルーはメガレンジャー実写シリーズのお気に入りのキャラクターの一人です。メガブルーを演じるのは福島県出身の有名な俳優声優である松風正也さんです。松風正也、本名は渡辺正也としても知られる。とか結構関係ない人はどうぞ表に出てくださいみたいな言われるから、お部屋のシーンはあんまり見てない、ね、あ、そっか。お部屋はもちろんね、入ってました。うんうん、そうそう。メガブルーは彼の俳優としてのキャリアにおけるデビュー作であり、その後も複数の役を演じ、主にアニメやビデオゲームの声のキャラクターを演じています。長年にわたり彼は様々なキャラクターの声を担当し、エーソーリストのアニメのいくつかにも出演しました。それでは彼の声のキャラクターの一部を見てみましょう。ひょっとしてこういうのも一つの恋の始まりでは。ローラン高校ホスト部アズホー教野。あ、しまった。もしかしてはめた？ハンター×ハンターアズイルミゾルディック。なぜ死なない。神、私は仰せの通りに。デスノートアズ未上昇。覚えちゃいない。何人斬ったのか、何人持ち主が変わったのかさえ、いろんな使われ方をした。地獄少女アズ一目恋。やってる噂のことだ。女子高生である恋人をかばって事故に遭ったというのは本当だ。快感フレーズアズ大河内朔也。思い上がりだ。そんなことは誰も望んでいない。姉さんもだ。ブラスレーターアズジョセフ。逃がさねえぞ。こら、お前どっかで見た顔だな。東京サガリベンジャーズアズ佐野真一郎。ホテルはまずい。ここから脱出する。敵は撃滅する。見つけ次第ぶち殺せ。警察も回さなきゃならないし、めんどくさいな。ヨルムンガンドアズキャスパーヘクマティアル。幻の銀髄賞のありかを言え。でないとお前らの命はないぞ。美少女戦士セーラームーンクリスタルアズゾイサイト。あ、埼玉くん。今は危ない状況だからじっとしておいた方がいい。近くにはおそらく豪傑もいる。ワンパンマンアズ水流。もう一度ここで絶望しろ。こら、とある魔術の禁書目録さんアズ垣根提督。あんたにこのまま黙って死ねというつもりはない。ファルコが叫びの範囲から出るまで待ってほしいんだ。進撃の巨人アズコルトグライス。お前の攻撃パターンは俺の体が覚えている。そんな攻撃が通じると思ったのか。かかったなブルース。何？ロックマンドットエグゼアズブルース。松風正也は以下のような多くのビデオゲームキャラクターの声も務めました。そうだな、けどよ。ニューダンガン論破 V3 アズ要員コウヒロ。村の子供たちがジョさんの家にゴロツキが入っていくのを見たらしい。岩尾。岩尾は俺の親父です。シェンムーアズバゲツ寮。パンチの効いたニンニク、食欲をそそる油の香ばしさ。グランブルーファンタジーアズカシアス。清掃二重拘束解除。カウントダウンロンギヌスカウントゼロ。尊き奇跡をここに。フェイトグランドオーダーズパーシバル。雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。ワンピースオデッセイアズアディオスエルテ。申し訳ありませんが松風正也の声についてはここまでとさせていただきます。彼にはこのビデオには追加しなかったキャラクターがたくさんいます。私たちが見逃した松風正也のお気に入りについて下のコメントセクションでぜひお知らせください。彼は将来誰の声を担当すると思いますか？ご視聴いただきありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。